はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカイベントモデル、トミカ博ラーメン屋台を紹介します。トミカ博のシーズンも近くなってきたので、イベントモデルの方をチェックしていきます。このモデルはトミカイベントモデルのトミカ博ラーメン屋台だね。車種はトヨタタウンエースです。フロントの部分はこんな感じです。トヨタのエンブレムがプリントされてて、ヘッドライトはクリアの樹脂パーツになってます。で、ボンネットの部分にはトミカイベントモデルってプリントされてるね。で、上の部分を見ていくとこんな感じだね。横から見るとこんな感じだね。 T 君がプリントされてて、トミカラーメン、トミカ博ってプリントがされてます。で、屋台の中もしっかり作られてるね。お箸があったり、お皿があったり、中にはお鍋とかもあるのかな。で、こういうところに提灯のようなトミカ博って書いてるのも可愛いね。で、後ろの方はこんな感じだね。特に後ろの方はプリントはされてないです。で、運転席側はこんな感じだね。 T 君がプリントされてて、それ以外は特にプリントはされてないね。で、屋台の部分をよく見てみると、こっち側はお店のラーメンを作る人側だね。で、こちら面とこちら面はお客さん用の席になってます。で、タイヤの方はサスペンションがついてます。ホイールがブラックで塗装されてるんだね。なかなかいいね。で、それ以外のギミックはなくて、開くところもないね。で、裏の方はトヨタタウンエースナンバー97番の2009年の車種になってます。当然このモデルは実車じゃなくて架空車両になるけど、よく作られてるね。 T 君も可愛いね。箱の方はこんな感じだね。トミカイベントモデルって書いてあって、ナンバー17番になってます。で、側面はこんな感じだね。で、裏の方はこんな感じになってます。はい、今日はトミカイベントモデルのトミカ博ラーメン屋台を紹介しました。で、このモデルは前回のトミカ博イン横浜では完売したモデルだね。品切れになってました。なんで品切れになったのかなって考えてみると、こういうところの作りがしっかりしてて、働く車だったからかな。でも次回のトミカ博では普通に買えると思います。で、次回のトミカ博の12月と1月のトミカ博の内容はまだアップされてないので、随時チェックしていきたいと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。